男はよ、傘なんか差してはいけねえんだよ。外でね、はい、コーヒーやってるもんで、はい、よかったら飲んでください。あ、嘘、嬉しい。これ2杯飲む。ありがとうございます、キクさん、大好きです。
またかよよろしくお願いします。明日ぐらいに行ったら2日来るから、ここはね、ちっちゃいのしか持ってこれないんだよね。よろしくお願いします。すごいですよ。皮の切りつきっていうのがいい。その振らなくてももうパラッとパッと、うん、イヤリングが入ってる下側にも両側がピッて下がるこれも下がる慣れない、慣れれば慣れるのに時間かかりますね。慣れるまで練習しないといけない。大体後ろの下に下がるってことですか。すげえ。すげえ。レールが入ってる。レールが入ってる。はい。あなたの YouTube やっています。あ、そうなんですか。よろしかったらみんなに検索していただいて、今回のものでもこの3本ごと、このこんにゃく。YouTube 出てますので、ご覧になってください。はい、ありがとうございます。日本の内部を世界に広めるんで。あ、そうなんですか。これなんか面白いですね。そうですか。この辺まで。どこで6システムあるか。両方、ダブル、こことオースト。俗に何ロックと言ってますか。
これダブルロックなんですけど、うん、あんまり意味ないです。飛び出すだけ。あ、違反じゃないですか。強度の方はどういうこと。じゃあ、大丈夫ないですね。じゃあもう目的はね、うん、あのシンプルに。シンプルに。コレクションで。どこを押すんですか。これを出して、はい、これを引いて、引いて押すんです。あ、なるほどね。それがもうセーフティーになってるね。一回行かなきゃいけない。一回行かなきゃいけないもんで、ロックはこれを押したってこれを押したって。あ、なるほど。両方セットで。うん、やっからこっちの方へ、ね、ちょっとちっちゃい、よろしい。本人のこれで、本人のこれで、もうすぐあの漁師の人が来ますけど、あの大津さんもこれぐらい頼まれてます。年間100頭以上さばいてる。え、そ同じこの高値で、はい、眺めなんですよ。ATS 使われてるんだったら切れ味がもう一つ違います。あのね、ステンレス系のこれやっぱ滑るんですよ。油が巻いてくると滑るんです。だから肝臓の肝臓品は食い込みがいいって言うんですからね。そんな違いがあるんですか。違いがある。すごいね。こっちにする。こちらに準備する。はい、はい。売れちゃう前にどんな人なやばいな。あ、これこの間のポンスこれですね。はい、はい、これでまだあるかな。すいません、お名前とご住所までちょっとお願いいたします。内田さん、内田さん、はい、売れちゃったやつちょっと見せていただきます。これですか。すいません、見させて。本焼き、本焼きですね。これ本焼き、本炭造ってことですね。ええ、そうです。売れちゃいました。これハマグリですね。そうですね。相変わらずご丁寧な作り方、はい、これ木は何使ってるんですか。これはね、はい、ね、ルイっていう木なんです。ルイ、ルイ、ルイ、ルイって、うん、ルイという木なんです、うん、はい。日本の木ですか。日本の木じゃない、東南アジアの木。鋼材は、鋼材は白髪2号、うん、白髪2号、はい、切れるね、白髪は。え、何、ああ、釣り材、あ、ゴールテンがね、東京から来られてるんです。はい、はい、はい、あ、もしもし、名刺入れときます。ああ、ありがとうございます。また名刺入れときます。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、これ13分こっちを入れる。でスコット入れて両方からガムテープで挟んで袋入れてもらって、はい、あ、ぜひよろしくお願いします。あ、よく見てます。あ、出ますか。出ますか。またご覧になってください。
それ、こっち向けてやるよ。そのまま入れよ。すみません、なら住所だけよ、みんな今日は今放送してますこれも両側か、どうもどうも、名刺カードがある名刺ありますかね、はい、ちょっと撮影で世界に飛び出せジャパンです。ここに置いといて提出します。これ僕がつけたやつですね、聞いてください、はい、お渡ししました、はい、いただきます、はい、はい、よろしくお願いします、はい、どうもよろしくお願いします。2人いらっしゃるんですけども、皆さん2人とも作品作られてる、はい、僕たちが担当しているのが、はい、まあ、こう鉄板をこう薄く削る作業で、ね、あ、で、あの刃のブレロンデザインを決めるので、まあ、もしかしてここ G 酒井さん、そうですね、あ、いや、見えたかすみません G 酒井さんです、はい、あ、ガーバー書いてある、はい、ガーバー、うん、はい、初めてのファクトリーで、ハンドル材料、こういう材料は難しい、難しい、あ、暑いですね、何ミリぐらいですか、鋼材は VG10 これはホロポイントですか、はい、ホロですか、これはフラットですね、フラット、なんか2枚刃みたいなのがあるんですか、これは自信金が VG10、 周りのこれステンレスじゃないですか、まあ一般的なやつだ、ごめんなさい、いいですか、ごめんなさい、三枚子、三枚子ね、書いてありますけど、 VG は三枚子です、 VG10 三枚子、 VG10 三枚子、ナビとかは OK です、ナビとかはいいんですけど、いいの、いいの、なんか声が出る、ママさんの前は自分で持ってるのに、やってよ、あの、もうね、この人数だから取材しようにも大変だね、これ。はい、中華。どここれ？ここは、ここに書いてあります、上に。あ、なるほどね。見えねえんだよな。これ爆弾なんじゃなかったかね、グッドボタン押してもらえるとね、アルゴリズムで最後の話を見てもらえなくなっちゃう、はい、あ、そうなの、もう日本人はね、同族民族に優しくないんですよ、だからもうなるべく日本のナイフ紹介して、もう世界のナイフにこう、そう、何も恥ずかしいことしないから、そういうのを受けていいとも聞いてるわけではないので、何度だか、いい1000円でいただくわ、ごめんね、別に
ちょっと衝動で膝が強すぎて、うちの娘が前髪切るハサミ買ってきてっていうふうに、なんかこれもこれですよ、いいやつ。そうなの、すきばさみと一緒に。あ、じゃあこれちょっともらっていくわ、はいはい。1000円で大丈夫？うん、1000円で大丈夫。ありがとう。ちょっとなんか、うん、あの簡単に包んでもらえると嬉しいな。そうだね。あ、サジさんの。あ、サジさん。すごい。はい。いいよいいよ。今回のホテルこちら出ますし、ナイフの YouTube たくさん出てるので、よかったら検索してご覧ください。サジさんの何持ってもらえる、大切にしてもらえる、ありがとうね、コンディングがいます、超有名人、よかったらマスク取っていただけますか、今だけ、あれちょっと、いや、次の顔は、まあ、よろしくお願いします。あの息子さんになるんですか、それともお孫さん、やっぱちょっと似てるよね。僕サジさん好きなのはもうこしらえから何かの作り込みが衝撃だった。なんかあとで聞いて、ああ保証の感じでね。ありがとう、じゃあもうていくわ。はい、ありがとうね。はい、また来てくださいね。うん、今日上にで写真撮ってから。はい。社長の社長ラムです。もうそういう台なんだね。何歳ぐらいから？僕19歳、まあね、8年ぐらい。何かこう作ったものあります？この中で作ったものあります？あ、もう入った時から作る。ああ、そうですか。もういろんな工程を経験なさって。全部、はい。ああ。マムードがいいですね。まあ、ちょっとなたできない感じの形状も気になったら、はい、これは整備タグだね。整備タグ。ここまで単語が伸びてる。ここまでじゃあ絵が伸びてる。主に鋼材はどんな鋼材使ってますか？これ白紙です。全部白紙ですか？でも週に2回柔道してるんだろうな。今また会社の名前もない。これは結構いい柔道してますよね。はい、木は何使ってらっしゃるんですか？木は木は、これ菓子ですか？あ、はい、あ、そうですか。これはナイフは好きだな。ここもサジさんの、はいはい、僕にいますけど、はいはい、僕はあの4代目、うん、になるので、
さに、まあ、代表たちこのナイフは皆さんで作られてるんですか。個人個人でみんな作ってる。じゃあここの名刺がある方がここの、あ、そうそうそう、各自分の作ったものを、じゃあこのようにこうやった方がいいですね。いや顔までもうこれ世界中に流れちゃうから。4代目なんです。4代目もう基本僕もう何を作るの、はい、何を作るって言ってない。今包丁忙しくて、包丁の方忙しくて、出しないですよ。包丁って言うとやっぱ海外のところから出るんですか。もうめちゃくちゃ出ますね。海外からのファンが多くて、サイさんのナイフさんの人はなかなか見つかんないから。今ここに名前がさ買ってもらうしかない。これもそうですね。どの日頃かに言ってもこの値段、うん、これボディは何でできるんですか。これ V10 ボディもこれも全部両方とも贅沢。サジブランドね、うん、初めてですよ。こっからそこまで、はい、どこどこ、ありがとうございます。あそこまで、今あそこに斜め向こうにいるの角の2番目です。ぜひ見とって名刺に会社の名前書いてもらって、はい、そうか、ここの運転さんですね。何名かでこの人が硬いですね。川崎さんのなかなかあかん、いろんなナイフがいろいろ考える今回の方が前にやってる古いからわかりました。これだとわかんないけど古いとは大体わかる。はい、どうぞどうぞ。そういうなかなかゴールデングナイフ見てくれる人少ないんですけど、やっぱり清掃ナイフの方がね、そうそうそう、いい。こういうのに好きでね、入ってね、作るのね、もう全部高くてね、刻みで刻みで開けて、それで自分でできるので、よろしかったらマスク取っていただきますね。カートリッジっていうか、今レミントンちょっと意識したところがあった、うん、レミントンを意識したところがあった。もう本来ね、中身が違うだけ、ね、鋼材もね、まあ、鋼材も全然ね、うん、僕の中身は僕の方が全然違う。従来はここフィンガー、うん、僕のここここにない、こっちに
というと軽くなりますね、動きが、うん、そうそう、うん、これが狙いない、うん、レミントンで硬いで硬いですね、うん、僕のは多分持ってみたらバックロープは後ろの方に行くと軽くなりますもんね、うん、あ、はい、これがあ、まあそこが一番操作性がいいんだよね、うん、ダブルロックスでね、みんなあのアウトしないようにここで止まるように、うん、まあね、バックロック、うん、この視点を、この辺を見てくれたら、ここはなんかここがもうあの、なんていうの、ロックの要ですね、そうそう、はい、まあ、こんな数字まで入れちゃっていいのかな、これはスタビライズ、このこれを使わないようにこう全部スティッカーを削ってるのね、だから色がついてる、こうずっとここまでここをする可能性がある、うん、しばらく五十嵐さん見てなかったな、五十嵐さん見てなかったあの私が買ったカスタムの一番最初の五十嵐さんです、久々に登場しました、五十嵐さんいつ来ました、えいつ来ました、今日来ました、今日朝来たよここまで3時間かかる、3時間かかる、いや、4時間半ぐらい、やっぱなかなかいいですよね、自分ね、小屋さんが鹿はさ、本当に目が細かい、違うよ、いいとこ使ってるから、ね、綺麗になるよ、ね、本当にいいとこ使ってる、ありがとうございます、絶対読めない、エレクトにするんだったら大概のグレードでいいんですけど、お母さんこれちょっと見せて、これ動かしてください、はい、以前私しましたけど、そうでしたっけ、いいですか、はいはい、あ、そうですか、いいよ、あ、そうです、それロックね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。いや作家さんですからね。そんなそこまでまだ大きくなります。はい。本当ですか。YouTube のこれを調べればいいですか。
と休憩。最近ね、ハゲが止まらなくて上から映すみたいなんですけど、しょうがないね。まさかね、20代の頃ね、ハゲると思ってなかったから。じゃあまた。